ということで今回の主役はタリックです。最強に殴り合ってもらうファイタータリックっていうのを考えてたんだけど、アタックスピードが遅いからマナ貯めるのが大変。スーパーリロールタイム。どう見てこれ、これ見て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 、このタリック見て、ほらすごいすごいすごい、これ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 、ほらシールド貼って、おおすっごい今1000ダメージよ。でもすごいシールドが消えなすぎる、シールドが消えない。このグリーンゾーン持った巨人の力、これこれ見て見て、これ勝てたらマジ奇跡なんだけど。あるある、シールド回れ回れ回れ。はいどうも皆さん、トレアリステレスでーす。いやー、まあね、ホースト1企画進まん進まんと思って、まあ残りのね、タムケンチバイタリックのこの3体が来なかったら、なんと今回新しい企画持ってきました。よいしょ。でこのね、なんちゃらポータルバグってるやつはね、これヘラだね。なんかねバグってんだよね。確かサモリフの方でもサンダードスカイっていう新しいアイテムがこんな感じで説明文がちゃんと出てこないっていうバグがねありますね。さあ来てくれ、せめて進め。おーいやー、あーえーそうか、まあまあ取るか、そうだね。ということで今回の主役はタリックです。いやー、あのね、タリック考えてたんだよ本当にね。このなんて言うんだろうな、僕の考えた最強のタリックを考えてて、それをねお見せしたかったんだけど、想定した感じ、あのね、ガーディアン側だったのよ。僕の考えた最強タリックね。ガーディアン側で、最強に殴り合ってもらう、ファイタータリックっていうのを考えてたんだけど、まあ、ディスコ側か。いや、ディスコ側でも、どうしようかな。ちょっとやってみてもいいかい？やってみてもいい？まあ、うまくいく保証はもちろんないですよ。ちょっとやってみたさが勝ってる今。ということでやりましょう。サポートゲッシュ。ラッキーバックな。ベストフレンド。EF。ラッキーバック。まあ、回すか。早技。サポートキャッシュ。まあ、安定だな。安定かな。サポートキャッシュ取りますと。オーメン、バンシー、うわー、オーメンかな？いやー、オーメンにするか。で、今回ちょっと、アイテム揃えたいのと、タリックを重ねたいので、星3にしたいので、こいつをね。ので、ちょっと負け進行でもしようかなと、久々に、思っております。考えた、ガーディアンタリックね。ガーディアン、ちょっとガーディアン探すわ。ガーディアン。ガーディアン？これか。ガーディアン、ガーディアン。ガーディアン？ガーディアン、ガーディアン。こんなもんか？あとガーディアンいたっけ？アムムか。そうかそうか。アムムね。この辺なんですよ。で、タリックに、なんと、巨人の誓い。知見、ブラッドサースターね。ブラッドサースター。そして、まあ、あと1個が、すごく悩ましいんだけど、まあ、ドラゴンクロー的なタンクでもいいし、まあ、涙系が AP 系のアイテムを持たせようと思っております。で、今回、まあ、パッチでね、ダメージ。この今出てる魔法ダメージの方にバフが入ったわけよ。これを生かしてボッコボコに殴り合うタリックが見てみたい。ということでタリックにキャリーをさせたい。負け進行したかったけどな。勝ちそうか？さすがに。
そう、これタリック見てて、あーでもマナが回らないな。そう、タリックね、本当に考えてきたんだよ、本当に考えてきて、マナが140なんだよこいつ。マナ回んないの、マワがまんマナが回んないから、ちょっとね、なんていうの、そのさ、スキルを回す回数が少なくなっちゃうんだよねっていうのが結構今んところの、まあ弱みというか、ちょっと強くいけないなっていうポイントで、まあでもこのゲーム、マナがたまる、要素というか要因、どうしたらマナが増えるかっていうと、通常攻撃をするか、通常攻撃を受けるか、まあアイテムの効果で、まああとエモとかかな、シナジーとかの効果でマナがもらえるんだけど、タリックね、マナ140と重いわけよ。ね、ちょろんって一回受けて、ちょっと受けた時のマナ計算わかんないんだけど、教えてくんない？波見りゃいいか？確か、通常攻撃一回こっちがすれば10溜まるんだよね。10溜まる、受けるとどんぐらい？ 5 とか3とかなのかな、まあ、その辺はちょっとわかんないんだけど、ガッチガチに硬い。そして、ダメージを出して、もうエースでも何でも上げてもらう最強のタリックを作りたい。巨人の誓い欲しいからリカーブ取ります。見たことないでしょ。こんな巨人の誓い持たせてるタリック。やってみたいんだよ。で今んとこ、まあ、ディスコイナソーの、まあ、タリックイナソーよね。そう、タリックってディスコ行くときに、まあ、ディスコ埋める枠で持ってかれることが多いんだけど、まあ、それも今回いなそうなので必要ないだろうと。なんと、強靭の誓い持たせます。ね、通常攻撃した際、もしくはダメージを受けた際に攻撃力が 2%、魔力が2増加すると。で、25回スタックすると、物理防御、魔法防御が20ずつもらえますよと。いう効果なんだけど、何と相性を合わせるかっつったら、これよ。ガーディアンなわけ。ガーディアンを少なくとも4体編成にする。で、まあ、HP が半分になると、こうやってね、シールドを貼ってくれるわけよ。まあ、ニーコとタリックかな？一番近いタリックにニーコの分のシールドが行きました。ってなって、シールド、AP バーン、AP バーン。ほら、強いでしょ？見た？今の2回の通常攻撃。300、300よ。これ、マナさえ回れば、マナさえ回れば、シールドを、はい、シールド貼ります。300、バーン、300、バーン。おー、強い。そう、これが見たくて、やってみたかったのよ。まあ、でも言ってしまえば、マナの周りが悪いのと、アタックスピードが遅い。から、マナ貯めるのが大変。そこが、本当にね、どうしようかという、ことを悩んでるんだけど、だその分ガーディアンで巨人の誓いで耐久力プラス、まあ、アタックスピード少し付与してあげつつ、バンバンで殴れた時にオムニバンプ、あ、精進にする。もう一個、いやでも硬くない、いやーどうだ、あー、どうだろうな、そう悩む。もう一個の巨人の誓いと、知見ね。これ魔力 AP もらえるようになりましたから、15。で、40% になった時に、シールドを 25% に当たるシールドをもらえると。っていうことなんで、まあ、巨人の誓い溜まる、時間は、まあ、確保できるかな、とは思っている。まあ、ここも、まあ、負けたってしゃあない。うん、まあ、よく3回勝ったようなもんだよ。いいよいいよ。でね、やっぱ今回ディスコ側っていうのがな、難しいところよね。多分このまんまで勝てるはず。なんでまあ一旦置いとくか。オラフはいらないね。ガーディアン。スーパーファンのアイテムがね、確かリデンプションとかだったような気するんだよな。確かね。確かだけど。っていう感じだから、
ディスコ、センチ、ダズラ、センチネル入れますかい。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。めっちゃ良くない？あ、めっちゃ良くない？まあ、今回ディスコ側だから、まあ、ディスコ一体何か入れるとしたら、ブリッツにしようかな。ブリッツ入れる、まあ、エコーでセンチ発動させて、まあ、懸念とか、あ、リリアでスーパーファンってこと？もうありなのか？いやー、悩んじゃうなー、これ。一旦考えるね。一旦この辺省いて、まあ、入れるとしたらディスコを一応これで発動させてあげる。まあそんな発動させる。で、これの、もう一枠をエコーはリリアか。まあセンチネル発動枠で。ここにして、KDA。KDA っつったかてな。ビッグショット。スペルウィーバー、エクセ。スペルウィーバー、クラウドダイバー。これだったらもうセンチネルか、ガーディアンを固めてあげて、あー殴れないか。そうね、まあ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 、まだね、まだね、まだね、タリック星2ですから。ちょっとどうする、タリック、タリックをリロールして集めに行く選択肢取りたいんだけどな。どうしような、こんなことやるやつ多分いないよな、いないよな。ヘッジファンド新兵、わー新兵嬉しいかも。これ新兵嬉しいわ。ヘッジファンドもありなんだけど、ホログラムなし。ヘッジファンドもまあ今お金貯めてるから、まあ悪くないんだけど、新兵でいきますか。新兵で、あ、チャンフクか。そうかそうか。ガーディアン、エコー。で、エコー、ガーディアン、そうだ。なんだっけ、こいつ。懸念が、一応、2マス、2マス枠なんで、まあ、1個後ろでもいいよと。そう。ヘラあんじゃん。ヘラ忘れてた。え？パリック、お前、KDA になるか？最大 9%9、15%15。 あ、ガーディアンいるやん。 KDA、 いや、ちょっと待って。カントリーペンタ、ハートセール、エモ、パンク、あ、エモ？エモはありかもしんない。実際まあ言った通りマナの周りが本当に悪いんだよ。140マックスで本当にマナが回んないのがちょっと難点で、あの、こう考察してた時にね、タリックをねどう使おうかと思ってた時に、マナどうしようかって思ってたんだけど、エモってね、エモ、あ、ちょっと待って、違う、こうしてこうして、ガディオン、フルニ、センチワン、こうだな。これでもうタリックをガーディアンで思いっきり囲ってあげる。アイテムがな、まだ今のところ理想のアイテムが。で、トゥルー8ビット KDA と。ガーディアンを、攻めて活かせるような紋章にしたいな。KDA とか、かな。ディスコ作れないし、トゥルーダメージ？トゥルーダメージ？お、いい。このね、ガーディアンのファンテのシールドがタリックに行ってるわけよ。この間に巨人の誓いのスタックを貯めてもらうわけ。で、別に、あー、死んだわ。じゃあダメだ。あ、じゃあ、違う。ダメ。今のは違うよ。まだね、アイテムがね、アイテム揃ってないから。これマジでロマン法すぎて、本当にうまくいくかどうか分かってない。あとね、知見持たせてんよな。ネガトロンないな。エモ。KDA。一旦涙押さえとこうかな。あー、いやー、じゃあ、ムムーにしようか。しょうがない。これはしょうがない。レッドバフ。あ、レッドバフ。
うん、エース、グインソーでも持たす。いや、キモいか。ナッシャー、巨人。いやー、エースがね、エース、うん、エースがマジ、マナの周りがマジ難点。ちょっと待って。アムムすごいぞ。エモ、エモだな。エモは KDA。あと、タリック欲しい。ガーディアン、センチ、センチ、ガーディアン4。うん。わー、レッドバフ、グインソー。グインソー持ったタリックどうなるんだろう。持たしてみたい。どうしよう。持たしたいよ。持たしてみていい俺、グインソー。タリックに持たしてみていいか？持たしてみるか、ちょっと。まあ、ここは当然多分負けるんで。スタン食らうのもちょっとだるいな。まだ10スタックと。で、シールド張ります。ドーン。ドーンの2回の通常攻撃が強いわけよ。まあ、通常攻撃、ん？通常攻撃強化だから、まあ、どう転ぶか正直わかんない。でも時間めっちゃかかるな。やっぱセラフか？セラフかグインソーって多分、溜まる気がするんだよね。時間めっちゃ今ガーディアンのシールドですごい耐えてるじゃん。オーメン、アムム。まあ、ガレンはいいよ。一旦センチ枠だから。ウィン、うわ、ちょっとごめん。やらせて。ごめん。本当にごめん。やるわ。見たことないわ。俺もグインソー持ったタリックは見たことない。けど、ごめん、気になっちゃったんだよな、これが。本当にね。本当にごめん。本当にやらせて。本当にすいません。で、一応このオーメンで、魔法防御、物理防御30もらえてるんで、最初から硬い、しかもガーディアンのシールドある、どう？いや、エース上がんないな、お前。あれ？思ったよりも通常攻撃、スピード上がらないな。どうする？もうワンエースアイテム持たす。キモすぎ？それは。あ、でも勝ったよ。アムムの方がダメージ出てんじゃねえか、お前。そう。こんなはずじゃないんだ。うちのタリックは。エコ、うん。ガレン。いやー、オーメンのシールドがね、マジで難しくて。こうするか？でも、アムム強いんよな。こうするか。で、密集してんのね、あんま強くないんだよな。どうだろう。でも、オーメンのシールド。まあ、ガレンとかは、ちょっとどうでもいいか。グインソー。この、スタック、グインソーと巨人の誓いが、溜めれるかよね。うまいこと。探偵、まあ、ガーディアン固めますよ、そりゃ。いらない。リロードするわ。スーパーリロードタイム。もう一回言わせて。スーパーリロールタイム。てて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 てこんなにいるなら。ほんで、アイテム全然考えてなかった。うわぁ。あれ？タリック死んだ？俺の見てないとこで。やっぱダメか？これ。いや、まだわかんないか？防具、防具、ブルガの心、ナイトエッジ。うわぁ、やはり無理があるのか？レッドバフ。レッドバフ。いや、だったら精進とかの方がいい気がする。わぁ。不屈の石めっちゃ嬉しい。石嬉しい。勝負なし。パンドラのアイテムも、いやぁ。オムニバンプも嬉しいけど、不屈の石かな。今、ベックスとか多くてね、CC がだるいんで、不屈の石でいきます。こうするでしょ？カモンタリック。リリアなし。2個いいね、2個いいね。タリック？タリック頼むわ。
よし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 。ちょっと待って。ごめん。エースぶち上げでいくわ。こうするわ。エースぶち上げタリックでいくわ。こっちにしないと、ニーコが、こうかな？本当に合ってるこれ。ねえ。本当に合ってんの？で、アムムに心の鋼でも持たすか。さあ、頑張ってくれ。いいよ、いいよ。ちょっと速くなった。ちょっと速くなった。攻撃速度が。ちょっとだけ心なしく速いよ。心なしく速い。巨人の力溜まった。いいよ。不屈の意志が効いてて、心なしくエースが速い。いいよ。グイーン層で上がってる。しかも、ニーコのガーディアンのシールドもらえた。さらに、こ、あ、な、え、え、どう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 、見て、どう、見て、これ、これ、見て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 。このタリック見て。ほら、すごい、すごい、すごい。これ、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 ほら。シールド張って、おー、すっごい今、1000ダメージよ。966の AP。おぉ、これ、これ、どう、どうこれ。どうよ。キモいか。キモいか。いや、キモいよ。キモいのはわかるんだけどさ。うわぁ。なるほどね。いいじゃん、いいじゃん。エモ、エモ、エモ、エモ。で、ほんで、アメムを採用するよね。まあ、紋章が今んとこ、これが結局リリアいらない話になったでしょ？で、ディスコ一応これで発動、ガーディアンセンチ、スーパーファン、スーパーファン。スーパーファンは、いや、ちょっとこれ以上のアイテム持たせるあれはないから、ちょっと頑張ってもらうわ。タリック頑張れ。よしよしよし。ダメージ見ててね。ほら。このガーディアンのアメムのシールドとかも、あー、エコーに行っちゃった。まあいいよ。でもタリックまだ余裕あるから、体力。ほらほらほら、多めで硬い。多めでみんな硬いんだから。みんな硬いし、エースがどんどん上がっていく。シールドバー、シールドって、シールド強。シールド高いよ。シールド値が高くて、高い。そして殴り合っている。レッドバフでサステインも一応許さない構え。いや、ガレンは絶対に落としきれない気がするけど、どうなんだ。でもすごい、シールドが消えなすぎる。シールドが消えない。このグイーン層を持った巨人の力、これ、これ見て見て。これ勝てたらマジ奇跡なんだけど。あるある、シールド回れ、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 ごめんごめん。使うつもりなかったんだが。まあまあまあ、ガーディアン、パンテ入れてあげたいもんね。今、よりがね、すごくいいから。ガーディアン、もうワンガーディアン？スレッシュか？ヨリックか？お、こうか。これでいくか。ガーディアン 6？ アムムいいよ。1個レベル上げます。まあ、オーメンのシールドが入んないのは、多少しょうがない。ところはある。ザック。パンテ。王冠作るか。ちょっと待ってね。いらんやつ。王冠。いや、エモ。ごめん。次のラプターまで待つわ。次のラプター待ったら、ワンチャン、エモとか、なんだ？ KDA。KDA2 とか、もしかしたら作れるかもしんないから。ちょっと待ちますね。さあ、どうなる？いいよ。多めで硬くなりました。で、この2個を1個後ろに配置することによって、絶対にこう右から抜けるから、タリックにシールド付与できるんだよね。一番近い人にガーディアンのシールド行くから。頑張れ。タリック頑張れ。いいよ。シールドで耐えつつも殴って、あ、やっぱオムニバンプがねえわ。あと、ジンには絶対に勝てないな。このジンには絶対勝てないな。うん。そうだよな。どんどんライフル溜まってくもんな。ごめんな。こんなに苦しい戦いさせて。うわぁ。あとでも18あるから、次のラプターで、ま、アイテムとか見つつ、エモ。レベル、次レベル上げて、ちょっと構成、もう一回考えよう。ダメなのかこれ。そう。奇跡のタリックキャリー見れないのか。さあ、お相手はエッジロードだね。ここに勝ったらマジ本物だけどな。いいよ。まあ、HP 削れるのはしゃあないけど、ガーディアンのシールドもあるし、
どうだろう、シールドまたもらえた。で、マナが回ればシールドもらえるんだけど、あー、ダメだ。タリック。お前、やっぱダメか？無理があるか？あー、いや、うん、まあまあ、耐えた。耐えた、耐えた。やはり無理があるのか。辛い思いをさせていないか、タリック。エモだけ出します。そう。タリック以外のダメージやっぱ足りない。そこよね。で、ガレンはどうせブリッツにするでしょ？ディスコ。いや、ディスコとオーメンちょっと相性悪い。ミラーボールがね、邪魔になっちゃうんだよね。さあ。夢のまた夢になりそうな、タリックキャリー計画が。パンク2。あ、これ多分落ちないな、アイテム。そうだよね。トゥルー、トゥルー。だったら、いや、ちょっと回させて。やっぱ、あれだな。王冠にします。ドダズラーいらない。センチ、ガーディアン。欲しいの、欲しいの、欲しいの、欲しいのを考えながら回して、俺。いや、もういいよ。アムム、アムム。ガーディアンが欲しいんだよね、これ。あー、スレッシュとか出ないかー。じゃあ、終わったな、俺、これ。待ってね。グローブを、まあ、ベックスにでも持たすか。しょうがないな。で、これを、ちょっと何か、いいアイテムにしたい。あー、タリック頑張って、とか考えてる間にタリック死ぬ。おー、でも、アムムがやっぱすごいか、さては。単純に星さんのアムムが強いだけか、これ。知見、ブラッドサースター、ヘクガン。奇跡のオムニバンプアムム。よし、了解。ヘクガンをアムムに渡すわ。いいでしょう。やってやりますよ。怖いもんなんもないんだからな。ガーディアン。ガーディアン欲しい、もう一体。奇跡のヘクガンアムム。あ、パンっていいね。ちょっとエコー無理だから、ちょっと回すわ。10%のスレッシュ。ああ、終わった。終わったよ。ガーディアン、ガーディアン。ガーディアン、パンテをこう生かせるでしょ。こう生かしてタリックにシールド貼らせて。この辺はもうなんか適当にやっててもらおう。やっててもらおう、適当に。この星さん、ガーディアン固めがどう出るかよ。いいよ、いいよ。アーリー痛いね。アーリー痛いけど、アーリー痛いけどよ。アムムが、あー、アムム落ちたらきついか？タリックとシールドが張りました。シールド張りました。殴ってダメージは出てるんだけど。あー、ダメそう、ダメそう。いや、ダメそうだな。やっぱ無理？やっぱ無理なのか？いや、でも、ベックスが意外と頑張ってるし、隅っこに置いたガレントエコーが頑張ってるけど、いやー、タリックキャリー計画が無にキス。はい、ということでね、タリックの総評に移りたいと思います。んー、まあ今回ディスコ行ったら多分波と同じ進行になっちゃうので、まあ、今回ガーディアン生かしてタリックのファイターっていうのをちょっとやってみたかったんだけど、まあ、強化していきますか。タリック、強さ。3! うん。まあやっぱね、ディスコの、なんていうの？穴埋め枠として使われてるだけあるよなーって感じはやっぱしちゃうね。アイテムホルダーになれるかと言われたら、まあ微妙なんだけど、やっぱそのスキル回った時のシールド貼って、2回殴るっていう魔法ダメージはやっぱ魅力的なものはやっぱあるよね。というので、まあ中間評価の3。集めやすさ。集めやすさは、まあ5でしょ。本当にさっき言ったように、ディスコの穴埋め枠だから、うん。
まあディスコが多かったらきついだろうけど、ディスコ行ったとしても星3にはしないしね、星2で大体止めるしねっていうのがあるので、まあ集めやすいんじゃないかなということで5。つなぎやすさ、つなぎやすさはね多分4とかなんじゃないかな。うん、まあディスコの場合って波取ったら波に、TF のアイテム APK アイテムだし、まあ、タリックヘッドライナーで掴んだら、まあ後にブリッツとかイラオイとかに渡せる、まあタンク系アイテムを多分タリックに渡せるから、まあつなぎやすい部分はかなり感じる、まあ、今回みたいなことをしなければね、もちろんね。まあそれでね言うと総評が3、5、5、13点。今回は、ヘッドライナーとして取った場合の評価だから、まあ、13点結構高いです。まあ強いとは思うし、つなぎやすいから、まあ、取る価値はあると思う。でもまあ今回みたいにねファイター運用はちょっときつかったかっていう感じはちょっとしますね。まあガーディアン側だったら、まあ、今ディスコなかった、結局発動してないし、ガーディアンが5で止まっちゃってたわけだから、これのガーディアンが6になってて、まあアイテム、まあ、もうちょっと一向の余地があれば、まあどうなったんだろうなーって感じはちょっとするぐらい。まあもうしないんじゃない、どうだろうね、多分もうしないのかな、いやわかんないけど、うん。まあということでね、タリックファイタータリック、よく頑張りました。ありがとうございました。